ジョン・プレスコットは、イギリスの政治家。労働党のトニー・ブレア首相の下で副首相、及び副党首を務めた。オックスフォードにある、ラスキン・カレッジ出身。1970年、労働党から庶民議員に初当選する。当初、労働党では、オールドレーバー、伝統主義者などと呼ばれた、労組出身の支給派であった。しかし、クローズドショップ制の廃止をめぐり、 元影の雇用大臣として、当金大化を進めるトニー・ブレアに協力する。プレスコットも影の雇用大臣時代に、クローズドショップ制が時代遅れであることは痛感していた。1992年の副党首選挙に敗れ、1994年の党首選挙でも、トニー・ブレアの優勢が伝えられていたが、党首選挙が必要であるとの判断と、副党首選への布石として、 これに出馬、辞典に収まる。案の定、続く副党首選挙で、トニー・ブレア党首の元副党首に選出された。ブレアは、プレスコットが党内左派で、完全雇用や EU 統一通貨導入反対を口にするなど、自分とは政策的に対立していることを承知しながらも、プレスコットが党首に対しては従順であることを見抜いていた。また、後に、 デイリー・ミラー紙の政治記者だったアリスター・キャンベルが報道官として採用され、ブレアとプレスコットの間の伝令役、潤滑油になったことも、両者の関係が円滑に進んだ要因となった。新党首ブレアが進めた投稿料第4条の改定にあたり、ブレアはプレスコットを改定反対派に対する抑えとして活用し、これを成功させた。この第4条改定に協力して、 以降、プレスコットはブレアにとって最も必要な実力者になっていった。プレスコット自身も党内左派を抑え、副党首として忠実にブレアを守った。1997年の総選挙で労働党が勝利し、ブレア政権が発足すると、環境、運輸、地域担当の副首相に任命された。同年、地球温暖化防止会議に出席し、 京都議定書の取りまとめにも活躍した。2001年5月16日、総選挙の遊説運動中に農場で働く男から卵を投げつけられる。直後に冷静さを失い、自ら男を殴り、揉み合いになってしまう。警備が間に入りことは収まったが、選挙期間中に副党首、副首相が一般人と喧嘩をするシーンがテレビカメラに収められ、繰り返し報道された。 メディアでは厳しい批判にさらされたが、一方でプレスコットを応援する声も多く、事件の後プレスコットに激励の電話や手紙が殺到、遊説先では大歓迎されることもあった。ブレア首相はこの件に関し、まあ、ジョンだからなと苦笑いし、彼が私の大事でよかったと思うよと擁護した。ありがとうございます。